皆さんこんにちは、小林道場掲載塾長の小林です。中橋です。はい、今日のテーマなんですけれども、はい、2021年出版された、参考書ランキング、わーパチパチパチでございます。前回上半期バージョンということで、9月ぐらいですかね、8月ぐらいですかね、そうです、7、8月ぐらいに、はい、それぐらいにあの動画撮って出して、まあちょっと上半期と言いつつちょっと7、8月分ぐらいのも入れちゃってたんですけど、まあ今回ね、まあ年末ですから、もうあの新しいものはまああのほとんど出ないし、もう出るとしても予告されているものなので、そうですね、もう分かってるもので、はい、まあそれは予告されてるものはさすがに中身はもちろん見てないけど、ただあのシリーズ系だと予想がついたりするので、まあ今回は紹介をしたいと思います。はい、で一応ですね、まああの一応2021年のランキングということなので、まあ、一応後半に出た下半期に出たもので、まあ、順位はつけるものの、うん、まあ、上半期に出たいいものを改めて皆さんに紹介をしたりとか、うん、あとはね、まあ、前回もちょっともしかしたら紹介したかもしれないけど、あのこれから出るよぐらいに紹介して結果的に出て反応が良かったよって本とか、まあ、そういったものも結構雑多に進めたいと思いますので、うん、まあ、ランキングといってもね、あまり順位にこだわらず、あの、うん、いろいろね、あ、こんなのあるんだという方はね、チェックしていただいて、もし自分の勉強に使えそうであれば活用していただければと思います。はい、ありがとうございます。じゃあですね、早速本題の方に移っていきたいと思うんですけれども、うん、まずですね、ちょっと上半期で良かったものを振り返りたいと思うんですけれども、まず1冊目ですね、大学入試科学分野別マスターノートということで、これね、以前も紹介させていただいたんですけれども、書き込み式の機能科学の問題集なんですけれども、うん、書き込み式といえば簡単というイメージをちょっと壊した、少し難しめの書き込み参考書っていう形になっています。うん、で、やっぱり書き込み式の方がやりやすいっていう人って根強くいらっしゃるじゃないですか。うんうんうん、だから、まあ、そういう方にとっては、例えばリードライトやった後に継続する参考書としてすごく良かったりするんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、これはでもどうですか、はい、結構売れてるのかな。そうですね、僕はなんか割と見る機会多いんで、まあ、ちょっとね、どのぐらい売れてるかとかは知らないですけど、ね、僕はね、うん、いいんじゃないかなと思っておりますね。はい、次行きましょう。はい、次はですね、まあ、ゴールデンルートという参考書シリーズですね。はい、この参考書全体としていいこととして、まあ、数学とか、ね、物理とか科学とか出てるんですけれども、その問題を解くための要点がまとまってるんですよね。なのでこの問題ではこの内容を持ち帰ってほしいですってことがちゃんと書かれてるんですよ。で、結構理系科目の参考書でそういったものって少ないんですよね。なので、まあ、そういうふうに要点がまとまってると誰でも多少はその問題しか受け取れるものがあるので、そういった意味ですごくいい参考書なんじゃないかなというふうに思ってます。はい、はい、じゃあぜ、まず上半期最後にあるんですけれども、数学3の入門問題成功ですね。うん、これはね、良かったですね。はい、まあ、うちでもね、生徒さんに使ってもらうことが今紹介した中だと一番多い参考書になるんじゃないかなと思いますね。がっつりルート入りです。そうですね、はい、まあ、これだけやっぱ簡単で説明が詳しい数3の問題集っていうのは、まあ、本当になかったので、まあ、問題集じゃなくてね、参考書だったらあったんですけど、うんうん、問題集という括りはめちゃめちゃレアな参考書なので、まあね、本当に数3に関してはやっぱり問題演習が重要ってところがありますから、この参考書から入るというのはすごくいい、ルートになるんじゃないかなというふうには思いますね。そうですね、まあ、成功シリーズだとね、あの標準問題成功とか基礎問がやっぱり 1A とか 2B と比べるとちょっと難しいですからね、うん、そうですね、そこの手前にね、はい、スッと入る入門問題成功とても良いと思います。はい、はい、では下半期の話ですかね、次は。はい、下半期はね、一応ランキング形式で紹介したいと思うんですが、はい、うん、まあ、なんとですね、ちょっと、ね、文系科目だらけになってしまったんですね。そうですね、なんか僕の感覚でも、あの、はい、ないわけじゃないんですけど、なんか文系というか、もう英語ですよね、英語の出版が多かったなっていう印象はありますね。うん、ぶっちゃけ全部英語です。まあ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 、まあ、はい、とりあえずまず一旦聞いてね、はい、いきましょう。はい、というわけで、まあ、5位からいきたいと思うんですけど、はい、5位はですね、ソリューションの最新テーマ編ですね。はい、これは気になるよね。はい、そうですね。でやっぱりなんかソリューションって割と短めの文章でしっかり読むということが意識されてたと思うんですけれども、うん、まあ、結構テーマ別とかで言うとポラディスとかの方がイメージが強かったりとか、うんうんうん、そういう部分があったと思うんですけれども、まあ、ソリューションでもそういうのを出していただいたということで、まあ、うちでねルートに入れるって言われるとちょっとどうなんだろうなって思う部分もあるんですけれども、うん、やっぱりソリューションでしっかり問題演習を進めてきました、でそろそろ入試問題にも継続していきたいです、つなげていきたいですっていう方にとっては、あのこういったものをやっていただくとすごくやりやすいんじゃないかなとは僕としては思いますね。そうですね、うん、ソリューションシリーズで進めてる人とか、うん、あとはまあ大学のこう、まあ、入試問題のレベル的にマッチするって人もいるだろうから、うん、まあ全然いいと思いますね。はい、
ありがとうございます、はい、じゃあですね次4位なんですけども、ちょっとねこれね裏技なんですけど、はいはい、東大の英語要約問題アンリミテッドということで、あこれはちょっとね話題になりましたよね。そうですね、これ竹岡先生がね、うん、まあやってくれたっていう感じの参考書で、まあ要約問題がねもうね過去何十年分もまとまっていて、まあそれをね全部竹岡先生の、解説でやることができるっていう素晴らしい参考書なんですけれども、まあ関係あるのはさすがに東大の志望者だけどそうだねいうことにはなってしまうかなと思います。あとはね参考書というよりは過去問集に近いですね。そうですね、はい、はい、ただその東大の分野別の参考書っていうのがかなり古いものが増えてきてしまったデータっていう側面があるので、うんうんうん、まあ、そういった意味で言うとまあ本当にねこのタイミングで出していただけたっていうのは非常にありがたいなと思ってますね。そうですね、だから変なねその要約問題集とかに手出すぐらいなら、うん、まあ、これやっとけみたいな感じに使えるんですけど、ただ、うん、まあ、これに一冊だって大問一度 A ですからねうん、うん、それにこの一冊ぶち込めるっていうのは、まあ、ある程度余力のある受験生にはなるかなとは。そうですね、まあ、でも、はい、業界にはあってほしい本ですよね。いやすごい確実にあってほしい。本当に、うん、なんかこれちなみに前提言い忘れたんですけど、はい、僕の主観なんですよ、はいはい、いや知ってますよなので、はい、そういった意味では、ね、すっごいありがたいなと思いましたね、はいはい、じゃあ次3位なんですけれども、関先生のザルールズですね、うんうんうん、はい、まあ、ポラリスとの住み分けが非常によくできている長文の問題集だなと思ってまして、うん、その関先生の教え方でかつ、まあ、ポイントがこれだけしっかりまとまっていて、でしかも生徒さんの負担が少なくてやれるということで、うちとしてもやっぱルートに入ってきた参考書にはなっているので、はい、非常にいい参考書なんじゃないかなと思いますね。これが1位じゃないのかという。そうですね、まあこれ、うん、僕の主観なんで確かに多分一般的にランキング作ったら僕もルールズ1位だよなって思いながら、はいはいはい、でもこの2冊を紹介したいという参考書が2冊あとあると、ちょっと楽しみですね。はい、いうことですね、はい、まあザ・ルールズの話するとね、はい、もう即ルート入りですね。即ルート入りうちでは、はい、申し訳ないんですけど即ルート入りして申し訳ないんですけどちょっとハイパートレーニングがちょっと弾かれてしまったというまあ件はありますけども、はい、もうだいぶねうちの塾はね関先生に売り上げ貢献してるんじゃないかという、はい、ことでございます。ポラディスとかもね散々買いましたいやいやいや本当にね、はい、まあなのでねぜひ皆さんもね、はい、使ってもいいんじゃないですか。まあただポラリスでやれてる人がねわざわざ買えるほどじゃないっていうぐらいポラリスも完成されてる、うん、そうなんですよ、そうなんですよ、ので、まあ、そこはねどっちでも好きな方を使ってもらえればいいと思います、ね、はい、時間的にめちゃめちゃ余裕があればポラリスの方がいい可能性もねあるんでね、うん、っていう感じですね。はい、はい、じゃあ次2位なんですけど、これですねもしかしたらちょっとまだね聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、英文解釈のテオリアですね。はいはいはい、はいはい、でこちらですね僕個人的にね、うん、今年一押しの参考書です。はい、で、本当に、まあ、ここねサブタイトルで英文法で迫る英文読解入門っていうふうに書かれてるんですけれども、うんうんうん、いわゆる英文解釈って、まあ、文構造がどうなっていて文章をどうやって読めばいいのかっていうところに着目しているものが多いと思うんですけど、うん、こちらの参考書はもうかなり文法によってるんですよね、うんうん、全売りしてしかもその詳しい説がねめちゃくちゃ詳しくていいんですよ、うんうん、なので、僕としてはですね非常におすすめしたい参考書なんですけれども、一方でですね、まあ、若干やっぱり量が不足する部分があったりとか、うんうんうん、あとはまあ文法の知識がかなりある人じゃないと、まあ、ちょっと読みづらい人もいると思うんですよね、うんうんうん、そういった意味でやっぱりルートに入れるっていうのはちょっと難しい部分っていうのはあるんですけれども、まあ、一方で本当に自分が今までやってきた文法の知識っていうのがどういうふうに長文とか英文読解に訳され、使われるのかっていうのをしっかり落とし込んでいきたい方にとっては非常にいい参考書なんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、で、まあ、本当に、ね、コンセプトの内容は素晴らしい参考書になっているので、まあ、ぜひね、もうちょっと分量多めの次に続きの参考書とかあるとすごいいいなっていうふうに思いますね。そうですね、うちはね英文解釈の技術シリーズと、うん、まあ、クラシックで言ってますけど、うん、やっぱねこの前の英文塾校もねなんで入れないんだって怒られたりとか、うん、まあ、テオリアも入ってくるんでね、うん、まあなかなかねルートもね組む楽しさがあるんだけど、でもまあ今のところ現状維持かなという感じはしますね。そうですね、ただね、はい、その何度も言うんですけど、うちがルートに入れてないからといって、うん、その生徒に絶対やるなって言ってるわけじゃ全く持ってないし、うん、やっぱ標準的なルートって難しいんですよね。そうそう、誰にでもある程度効果を発揮できるように組まないといけないので、うん、まあ、それがねちょっと難しさなんですけど、まあいい本だと思いますね。はいはい、じゃあ最後1位なんですけれども、はい、まあねこれもね反則って言われそうなんですけど、はい、キムタツ東大リスニング改訂版ですね。なるほどですね、まあ、はい、別に改訂してるからね反則ではないんですけど、全然ねいいと思い、内容もね、うん、新しくなってますからね、うん、別にただちょっと誤字脱字に直したとかじゃないから、うん、いいと思いますし、新しくなって最近のね傾向に変わって選択肢が増えたりとか、そうなんですよ、そうなんですよ、ね、してますよね、はい、うん、でもうね待ってたんですよめちゃめちゃこれを、と思うと思う、もうここ10年でね、もう10年以上前ですよね、うん、この参考書が本来発売されたのってな、
で、リスニングの難易度ってめちゃくちゃ変わったんですよ、あの頃から。めちゃくちゃ変わった。で、しかも選択肢も増えたし、そういったところでもうね、よく言われてたのは、もうスーパーじゃないと難易度合ってないよね、みたいなことも言われてましたし、うん、スーパーですら合ってないと思ってるからね、僕は。そうです、うん。なので、まあそういった意味で、もちろんね、過去の文章がそのままで入ってるものもあるんですよ、一部。うんうん、ただ、そもそも音声が、なんか、例えばなんかイギリス英語とかアメリカ英語とか、はい、いろんな種類の、読み方が加わったりですとか、あとはまあそもそも内容自体もね、半分ぐらいは文章変わってますし、選択肢も変わってますしっていうところで、すごくいいんじゃないかなと思います。はい、で、ちなみに、現時点ではまだ赤、僕がね、これを撮影させていただいている時点では、いわゆる標準的な赤しか出てないんですけど、はいはい、まあ、今年中にですね、ベーシックとスーパーも出るそうなので、うん、すごく期待をしてますね。はい。はい、ここに関しては、まあ、ベーシックもスーパーも、もう、うん、なんていうんですかね、裏打ちされたというか、うんうんうん、ものなので、まあ、きっといいものになるんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、どうなんですかね、まあ、当然、ルートなん、うちの東大のルートには入るんですけど、うんうん、まあ、海底だからね、なんか、ルート入りというか、まあ、もともと入ってるものが新しかったそうなんですよね。そんな感じですよね。はい、そうですね。はい、素晴らしいと思いますね。はい。はい、もう本当に唯一無二の参考書だと思うので、はい、本当にありがたいなと思ってます。じゃあ、あと残りですね、ちょっと番外編の、別の参考書も紹介していきたいと思うんですけれども、はい、まず1冊目がビブリアですね。うん、はい。まあ、やっぱりね、まあ、うちのルートにも入ったんですよね、あれはね。入ってないです。はい、入ってないのか。すいません。すいません。すいません。入ってないのか。入ってないのか。申し訳ない。はい。というわけで、まあ、でもね、現代文の語彙の参考書で、こういった形のものってのは今まで全然なかったので。そうですね。はい。はい、もう本当に、まあ、素晴らしい参考書だなと思います、ね。そうですね。合体系のやつってルート見えづらいんですよ。そうですね。全然やってていいんですけど、はい、英文熟語と同じで、両方合体してるとコスパいいんですけど、うん、生徒にやってもらうときに、漢字だけやるべき人とか、キーワードだけやるべき人とか、あと、キーワードのレベルだけ、理系だからちょっと簡単めのでいいよとか、やりたいので、そう、いい本なんですけどね。そうそう、はい。僕がね、最近ね、これ生徒にやらせたらちょっと勘違いしちゃいました。すいません。あ、そうです。そう、だから、個別判断でマッチしてる生徒もいるんで、はい、全然否定してる参考書じゃないんですけど、まあ、ルートに出ないだけで、全然ありだと思いますよね。はい、ありがとうございます。うん、じゃあ、まあ、他にはね、次行きたいんですけれども、うん、一度読んだら絶対に忘れない世界史人物辞典ですね。はい、まあ、これ一応、はい、タイミング的には前期に出てると思うんですけど、そうですね、上半期に、はいはい、前回紹介してなかったんですが、うん、まあ、面白い本かなというふうに思いますね。うん、はい、まあ、ちょっと詳細はもういっぱい今から喋らなきゃいけないんで、詳細も調べてください。はい、ムンディ先生の素晴らしい本です。はい、はいはい、じゃあ次なんですけれども、次数学でですね、試験時間と得点を稼ぐ最速計算ということで、はい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 、小倉先生の参考書ですね。はい、2冊セットね、赤と青のやつなんですけど、はい、YouTube じゃなくて、Twitter のスペースっていうんですかね、うんうん、喋るやつで、実はこの前ね、小倉先生とお話しする機会がちょっと前なんですけどありまして、うん、なかなか売れてるらしいですね。やっぱり計算系ってね、いいですよね。そうですね、やっぱり僕らもね、うん、計算系の問題集って一冊で終わんなかったりするんですよね、うん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 、だから、まあ、結構ねローニングしたりするので、すごくいいなっていうふうに思いますね。そうですね。で、うん、あとはやっぱり皆さん計算だと受かる計算のイメージが非常に強いと思うんですけど、うん、まあ、コンセプトがだいぶ違うので、うん、自分に合った方をね使ってもらえればいいかなと思います。はい、じゃあ次に行きたいと思うんですけれども、はい、まあ、総合的研究でですね、問題文の読み取り方ということで、はいはいはい、まあ、古賀先生の、参考書ですね。そうですね、古賀さんね、はい、まあ、素晴らしい、ね、改正の講義ですけども、うん、この本は売れたんじゃない、すごい。まあ、そうですね、今までないコンセプトで、本当に面白い参考書だと僕も読んでて思いましたね。うん、ね、そうですよね、うちの会社にも一冊ありますけども、うん、素晴らしい本だと思います。まあ、ただ、はい、なんとなくパッと読んでできるってわけじゃないので、うん、ある程度こう範囲がね、ひょどり終わって、こう足場が固まってる人がね取り組んでほしい本かなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、まあ、次が番外編で言うと最後になるんですかね。はい、はい、まあ、森哲先生のですね、はいはいはい、1ヶ月で攻略大学入試共通テスト英語リスニング、はい、リーディング両方ですね。はい、2冊組のね、はい、やつ、この前、ついこの前ですね、出まして、はい、なんか人気ですごい売れて、増刷かかったみたいな、なんか早いですね。嘘か本当か、うん、ちょっと待って、ツイッターで見てた気がするだけなんでちょっと分かんないですけど、まあね、まあ、森田先生のね、まあ、本ということで、うん、まあ、YouTube も使ってね、すごい売れてるんじゃないかなと思うんですけど、はい、はい、まあ、1ヶ月ではね、できねえだろうと、個人的に思ってますけど、あれですよ、中橋さんの大好きなあれ、なんか10日あればいい。うん、あれと一緒だよね。いや、そうです。まあ、コンセプトだからね。まあ、これにね、全部フルコミットすればいけるんでしょうけど、じゃないと厳しい。まあ、まあ、あとはほら、どこから1ヶ月かですからね。そうですね。確かに確かに。単語やってなくて1ヶ月は無理じゃん。うん、そうそう。まあ、そういう、まあね、ちょ冗談みたいな話があるけど、なんか中身はね、結構、やっぱりしっかりと作られているということで、で、やっぱり、はい、売るのはうまいね。そう、1ヶ月前に出すっていうさ、うん、で、1ヶ月って言ってるっていうさ、うん、販売戦略。いや、いいですね。でも、これはね、素晴らしいかなというふうに思います。はい。
はい、というわけで一応ね受験参考書以上なんですけども、はい、一冊ですねどうしても紹介したい本がありまして。あ、そうなんですか。ですね、前回僕前回以前紹介したくなかった名作参考書か、はいはい、動画で話したんですけど、まあ、僕が本当尊敬してやまない先生の一人にですね横山雅彦先生という方がいるんですが、はい、横山先生がですね今年出した英語のハノンっていうですね、うん、本がありまして、でハノンの初級編が、2月だったか調整たんですけども今年のかなり早い段階で出てまして、うん、なんとですねちょうどこの動画を撮ってる日ぐらいに中級編が出るんですけども、うん、初級編がですねなんかバカ売れしてるらしくて、バカ売れって表現大変失礼なんですけど本当に人気みたい で僕も手元にもちろん一冊持ってるんですけど、まあ、ちょっとね受験生に、まあ、あれをやらせるというのはちょっとね、まあ、難しい、うん、難しいというか、うん、発音とか、うん、だから英語学習における本質はめちゃめちゃついていらっしゃるんですけど、うん、まあ、例えばね時間のない高2生高3生がとにかくなんかもう英語の点数上げるっていうのに使えるものではないんですが、うん、正直な話例えばですね、うん、今中学生で先取りをして例えば英検とかを中心に勉強されているような方、うん、でまだまだ 2,3 年全然時間あるよって方いらっしゃると思うんですね受験までに、うん、そういう方が徹底的に英語の能力を底上げするという意味で、うん、とにかく初級編でいいです。バカにせずやってほしい、うん、ってかできないので、うん、ね参考書をね完璧にしたらねマジでね本当に言葉通り一歩ねネイティブに近づきます。一歩ね一歩ですけど、はい、はい、本当にねいい本なんですけど、ただ受験生にみんなやろうぜってルートに入れられないのがなかなかね心苦しいんですけど、うん、でその中級編が出るということで、あ、いいに決まってるんですよ絶対いいに決まってるので、うん、紹介をさせていただいたということでございます。はい、ありがとうございます、はい、あとさらに、番外編です、はい、今年出たねまあ、参考書ではないんですけどもなかなかねいいね勉強グッズがありまして、キャストダイス英単語帳アプリというのがありまして、めちゃめちゃねいいものがあるんですよ、はい、ぜひ皆さん活用してください、はい、概要欄にリンクありますが、うん、無料から使えますし、いやだってさ、ね、大学の過去問の分析ができるんですよ自動で、やばくないですか。やばいっすよ。しかも、ね、音声も実装されましたし、うん、でだって皆さんがコメント欄とかツイッターで僕にいろいろ言うじゃないですか、音声欲しいです、単語検索機能が欲しいです、僕全部やりましたからね開発サイドにめちゃくちゃ文句言われながら、ちょこれも入れてよこれも入れてよ、またですかとか言われながらめちゃめちゃやったんで、うん、ぜひね使ってほしいです。なんか本当に、ね、別にアプリで大儲けなんてできようがないんで、うん、だって1個2000円で、ね、開発サイドにもお金持たないといけないし、うん、全然儲かりはしないんだけど、でもとにかくあれ使ってほしいんですよ。そう、ね、その1冊目はねターゲット資産でいいですけど、うん、やっぱ2冊目ってなった時にどれやればいいか迷うじゃないですか、うんうん、でもこれやっとけばね自分の過去問の傾向でできるようになるので、うん、まあ、僕はね得しかないと思うんですけどね、うん、ただあれで確かにねまだスマホなんで一個一個暗記しにくいとかあるかもしれないけど、まあね、うん、4択問題チェックもついてるし、あと赤シート機能、うん、これなかなかないでしょアプリで、ないですね、ね、赤シート機能もついてるんで、まあ、ぜひね使ってもらえたら嬉しいなというふうに思います。すいません、うん、最後宣伝で、あとでも塾の先生とかもね、はい、あれ見たら本当データが一気に見られますからね、そういう意味でもいいかもしれないですね。使ってる人結構いますよ。いや、そうですよね、あれめちゃめちゃいいと思いますからね。なんか僕、うん、これマジで聞いた話なんですけど、うん、あれを有料版ね買っていただいた、うん、で全然いいんですけど、あれでその例えばスタンダードとかハイレベルあるじゃないですか、うん、あれのスタンダードとハイレベルにチェックつけて、うん、で生徒に生徒が受ける問題のあれを分析単語帳出すじゃないですか、うん、でその単語帳の中で生徒が分からないそうをピックアップしてオリジナル単語帳って生徒に渡してめちゃめちゃ喜ばれました。いや、そう、いや絶対だってその使い方めちゃめちゃいけんなと思いながら僕も似たような個別指導の先生とかは多分めちゃめちゃ付加価値というか、うん、そうそう裏では自動やってんだけど、めちゃめちゃ丁寧な先生。そういいかもしれない。いやね、めちゃめちゃねそんなことやってくれる先生いないですからね。そうそう、うん、あ、でもねこれ使ってる人からしたら、あれ先生キャストダイスからポチポチってボタン押しただけでしょってバレるっていうまあまあまあ冗談ですけど、はい、まあぜひねいい参考書たくさんありますので皆さん活用してみてください、はい、それでは、本日の話は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、で今日も教えてこないです。はい、多分保護者の方からなんですけれども、うん、まあ、自分が気になってしまって、いろいろな参考書を購入してしまいますと。で、その中で自分が分かりやすいと思ったものを子供に、やらせてるんですけれども、まあ、本当は子供に選ばせるのと、今のやり方、どっちがいいんでしょうかと。で、うん、自分がいいと思っても子供には合わない部分もあるのではないかと不安に思ってますということですね。はい、絶対にやめてください。はい。親御さんが選ぶのは。はい。どんなにキャストダイスとかを研究していただいて、うん、どんなに
に僕と同じぐらい参考書、まあ、中井さんなんですけど、うんうん、詳しくてもやめてください、うんうん、なんでかっていうと、その保護者の方が選んで、それがいいか悪いかじゃないんですよ、うんうん、保護者の方が持ってきたものを本人がやるという時点でもう当事者意識がめちゃめちゃ下がっちゃうんですね、うんうんうん、それだったら自分で選んだものをやればいいし、選べないんだったら例えば塾の教材に合わせてやっていくでもいいし、その方が数段当事者意識を持ってお子さんが勉強できるので、本当にそれをやめた方がいいです。だって聞きますけど、うん、大学の授業を、うん、教科書とか参考書を親御さんが選ぶんですか、選ばないですよね、うん、絶対選ばないです。そうっていうことも分かる通り、もう高校生なので、例えばね、これが小学生とかだったらいいんですよ。どのドリルがいいかなって親御さんが見てあげるとかはいいと思うんだけど、うん、とかまあせいぜい中学生ぐらいですか、中1、うん、中2ぐらいだったらいいんですけど、高校生特に受験生であれば、まあ、それはね絶対にやめた方がいいかなというふうに思いますね、はい、仮にどんないい参考書があっても、例えばさっきの話じゃないですけど、じゃあルールズ僕ら押してます、うん、はい、ポラリス押してます、じゃあハイパートレーニング、まあ、ちょっとルートから外れました、でも自分で選んでハイパートレーニングやってる受験生と親御さんに入って渡されたルールズやってるの、どっちの方がいいかって言ったら絶対絶対にハイパートレーニングですよ。これ絶対そうですね、うん、別に僕がいつも叩いちゃってる、やっておきたいでもいいですよ、うんうん、ね、それでもやっておきたいのがいいです、うん、なのでそこはですね、ご自身が当事者意識を持つということが何より大事なので、うん、はい、脳科学的にも全然勉強これ違うんでね、当事者意識を持つかどうかでね、うん、ぜひね、そういうふうに勉強を進めていただければと思います、うん、それでは本日の話は以上です。